青コーナーよりジオブライト入場。さあ、驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。コーナーよりスティールジェームス入場。顔であります。この男、ファンの声援に乗って入場してまいりました。ガンガン行け、頑張れ。シングルマッチ45分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナー192センチ、160キロ、 GO ブライト。頑張れ。赤コーナー188センチ、123キロ、スティールジェームス。レフリー小永則夫。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。返してまいります。ショルダータックル、引き起こします、掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。逆に振り返した、切り返します、蹴ってまいります、ガードします。このポーズです。行くのか、ボディースラム、逆十字に持ってまいります。抱えます、打たせません。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。おっと、逆に捉えた、顔面を捉えます、ブロックします。ああ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。逆に投げてまいります、スタンディングを取らせます、させません。腕をフックします、ブレンバスターで切り返します。フロントからのキック、逆に振り返してラリアット、ストンピング、蹴りつけてまいります。フロントに捉えます、蹴りを見舞ってまいります、バックを取ります、エルボーでブロック、腰を落とします、エルボーで返します、ブロックします、起こしてまいります、ダブルアームで投げてまいります、起こします、腰を落とします、
あとリバースで返してまいります。ストンピングです。ロックアップ、あとリフトアップ、相手を挑発してまいります。 WAR スペシャルに持ってまいります。ロープブレイク抱えます。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんです。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。キックで返します。タックルでぶちかまします。引き起こします。パンチで返します。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。さあ、粘着質激しいこのサブミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。ハンマーを振りかざします。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。掴んだ、あっと逆にパンチ、抱えた、あっと引っこ抜いた、フロントスープレックス。バックを取って、あっと返していった、エルボードロップ強烈、強烈逆肩エビ固め、ロープブレイク、フロントに捉えた、エルボーを打ち込む、サイドを取った、打たせない、抜くのか、リバースで返した、ロープに逃れました。首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、いけるか、あっと逆に投げていった、腕をフックした、ベリートゥベリースープレックス。10分経過、頭を掴んで、あー、いやらしい攻撃だ、水平打ち、ストンピングを叩き込む、肉体を躍動させる、起こした、フルネルソンの体勢、エルボーで切り返す、バックに回った、エルボーで返す、組み合った、ロープに振った、強烈タックル、気合を入れた、引き起こす、逆にバックに回った、ダイジャスバックダンプ、引っこ抜きか、これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。カウント 2.9、 蹴っていった、そのまま叩きつけていった、カウントは入る、カウント 2.99、 ガチッと組み合った、逆に振り返した、奥歯を噛みしめた、パワーボムだ、カウント 2.5、 まだまだです、抱き起こす、ドラゴン行くのか、あっと返した、立たせていく、ガチッと組み合った、フロントから叩きつけた、抱き起こす、ジャーマン、くの字に折れ曲がった、起こした、腕をフックした、ダブルアームで投げていった、
抱えた。フロントスープレックスで引っこ抜いた。15分経過。カバーした。15ミリファー。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。逆にロープに振った。あと強烈ショルダー、首根っこを掴んだ。ジャブが顔面を捉える。タックルぶちかわし、立たせていく。垂直落下式バックジャンプ。ここでロープブレイク。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。カウンターが待っていた。腕をフックした。オクラホマスタンピート、岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。コーナーに振った。タックルぶちかわし、引っこ抜きか。リバースで切り返した。ロープに逃れました。いけるか。強烈に叩きつける。引き起こす。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。抜くのか。パワーボムが決まった。ロープブレイク、ロープブレイク。フロントから落